え今日はコッタさんのお仕事で栗のマドレーヌを作っていきますまずは型準備をします室温に戻したバターを型に塗っていきます柔らかくしたバターえそこに強力粉を打ったもの あとはオイルスプレーこの3つのタイプで、えー、実験してみたんですがこのポマード状のバターで軽く塗っておくという方法が一番きれいに焼けましたえ今日は和栗のペーストを使ったマドレーヌにしていきますびっくりペーストっていうペーストですねこれをままずゴムラでほぐしていきます キキンキンに冷えたものではなくて室温に戻ったものが使いやすいと思いますそれをまずラム酒で少し伸ばしていきます焼成段階でアルコールは飛んでいきますので香りが少し残るんですが苦手な方はこれを牛乳に変えていただいても大丈夫です次に卵を 35g 溶きほぐして計量していきます 6個の方だと本当に卵1個も使わないのであの倍量で作って2回転するとか卵に合わせてレシピを計算するという方法もいいと思いますえそしてこの栗のペーストに3回に分けて加えていきます初めはめ少量加えて 少しずつペーストがダマにならないように伸ばしていくイメージです西洋栗と違って和栗はあのほっこりするような優しい香りがあるので私はすごく好きですね サバトンなどのマロンペーストを使う場合は砂糖の量ちょっと変わってきますので調整されるのがいいと思いますそして砂糖とハチミツを加えてしっかりと混ぜ合わせていきます卵に溶かすような感じですね そしてそこにアーモンドプードルを加えていきますアーモンドプードルを加えることによって焼き上がったマドレーヌが少しふんわりとしてきます次に薄力粉とベーキングパウダーを合わせたものこれを一度にふるい入れます マドレーヌというのは材料どんどん混ぜて合わせていくだけなんですよね。ふるった粉を入れたら中心から少しずつ合わせていきます。ここでのポイントはあまり混ぜすぎないことですね。粉が均一に混ざったらストップします。 次に無塩バターをレンジで溶かして溶かしバターにして加えていきます油断するとレンジの中で弾けるので必ずラップをしてくださいだいたい30秒ぐらいで溶けると思いますこの溶かしバターを少しずつ加えながら生地に合わせていきます 最初は少し滑る感じがあるんですがその後しっかり乳化していきますのでバターがしっかり混ざるまで合わせますこれで生地は完成ですで。出来上がった生地をすぐに焼いていくのではなくてマドレーヌは一度生地を休ませてから焼いていきますで乾燥しないようにラップをして。 そして冷蔵庫で一時間程度休ませていきます冬は室温でも大丈夫だと思いますそしてその後室温で三十分生地を戻していきます絞る前に一度生地を混ぜてから袋に入れていきますこの時はもう余熱スタートしておいてください そして最初に準備した型に絞っていきます少し型を叩いて表面をならしていきます そして焼く前にマロングラッセを手で割ってのせていきます。これは渋皮栗とかでも大丈夫ですね。ただ焼いてる間に表面が少し乾燥するので、少しホクホクとした感じになると思います。そして中心、へその部分が膨らんでいきますので、そこには置かないようにしていきます。 そして180度のオーブンでだいたい15分程度ですね調整していきますえ中心少し白っぽいぐらいで大丈夫です真ん中がぷくっと膨らんでます焼き上がったらすぐにケーキクーラーの上にひっくり返して型から外していきますこの型の詳細は概要欄に記載しておきますがとても安価な型ですごく綺麗にマドレーヌが焼ける型でした このマドレーヌは焼きたて、すごく美味しいですそして時間が経ったもの、少し硬くなったものは少しレンジで温めるとまたふわっとしてきますので温めて食べてみてくださいオンペラで大丈夫です第2、レーズンバターサンドです焼き込みのタルトになりますプロの道具をご紹介したいと思いますここですね、この角を使って